今日入れ墨シールってね用意したんで、これをリリーちゃんの中に入れてほしいと。それがミッチーの願望、彼氏としてアボゴも入れて。ああ、いいね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 。お疲れ様です。今日の企画は誰が持ち込み？僕です。どんな企画ですか？タトゥーとかあるじゃないですか。タトゥー、うん、タトゥー、タトゥーが入ってる女の子めっちゃ可愛いと思って僕。タトゥー入ってなくても可愛いじゃないですか。じゃあまあまあまあ、それはまあキャバクラ限定ね。で、そういう子たちみんなどうなのかなと思って。で、リリーちゃんは特にそういうなんか、まあ若い子とかちょいちょい入れてるじゃないですか。うん、入れてますね。まあ若いじゃないですか、リリーちゃんも。でもね、そういうの好きなのかなと思って。なんかチラッと見えるのは可愛いと思います。肩とか腰とか、やっぱナスとかだと薄着じゃないですか。見えるのは可愛いとは思います、ね、こう、ズルンって入ってるの。ズルン、あー、ズルンって入ってるんですか。ワンポイントぐらいだったらいいよと。でもこれも一応ワンポイントですよね。ですね、ワンパンです、ワンパンです、ワンポイント今日、これね、入れ墨シールってね、用意したんで。だって、でもこれはちょっと違うです。タトゥーじゃなくてタトゥーだもんね。タトゥーどういうこと、どういうこと、違うんだ。でも本当に入れるじゃないですか、タトゥーって、うん、これシールだもんね、タトゥーなんですよ。タトゥーだもん、タトゥー、本当に。はい。俺お前のこれ座ると調子ねえもん。綺麗やしてるけど、プレステーションばっかりとなってお前。で、それを何、まあ、試して貼ってほしいってことだよね。試して貼ってほしい。だから特に今リリちゃんに貼ってほしい。いっぱいあるね。え、ちょっと、え、釣りやばくないですか。いや、もし貼ってくれるんだったら。ちなみにちょっと一人一枚ずつやんのと。これをリリちゃんの中に入れてほしいと。それがミッチーの願望。願望。しかもミッチー好みのキャバクラ風ドレス用意してる。ちょっとそれも出してくれる。またなんかすごいの。だ、これね。すごい出てきた。まあ結果このドレスをリリちゃんに着てほしくて、はい、あとはこれを両肩に入れてほしい。そうですね。で、めっちゃ安い。まあ、せっかく入れてもらうんだったら、まあ、寺西くんに彼氏として入れて、あ、僕も入れて、ファッションで、はい、そんな感じですね。そうですね。じゃあちょっと早速やってみようか。じゃあまずは寺西くんから、はい、で、位置が手立ってくるんだね。はい、そうですね。じゃあレッツゴー。どうぞ。こんにちは。お疲れ様です。ダメだね。お疲れ様です。あの、痛いんですけど、大丈夫ですかね。痛いのこれ、はい。ちょっと、あの、言うときやっぱ痛くなるんで、はい。この道長いですか。これずっと、やばいわ、と思い上げてやさせて。あー、オッケーオッケーオッケー。何時間コース？何時間コース？何その。20時間で、これからこれぐらい。4時間で、これからこれぐらいし。はい、実際に。はい、寺西くんに脱いでもらって、タツーをね。タツーね。タツーをちょっと入れたいと思います。僕はちょっと中肉臭いやつがいいですね、この。いや、中肉臭いやつあった。これどう、なんか、あの、中学校3年生のね沖縄これハイビスカス、ハイビスカスのなんかアロハシャツとか着てそうなんで、ね、中学校3年生とかダセー、究極にダセー。もうちょっとかっこいい、なんかもうアーティスト系のやつ入れてください。はい、すいません。はい、じゃあちょっと左から入れていきたいと思うんで、こうやってもらっていいですかね。この、貼れるの、貼れるのやつ。まあちょっとお湯にしたんで、ちゃんとまあ冷えないで、はい、冷たいですこれ。微妙な冷たさね、これそんな冷たいです。冷たいね、水だねこれ。ああ、しなってくるわ、しなってくる。なんかほら、しなってないです。あ、ほんとだ、なんかほらほらほらついてる。あ、ほんとや、すごい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 ね。まあ一生もんだもんね、ほんとにね、こういうのは今日取れます、今日。じゃあ一生もんだもんね。これ終わったらもうすぐ便利ですあ、すごいすごいすごい、全然綺麗にいけたね。おお、ちょっと、なんかいい感じ。意外と中に、中にだな、中にだな。もう一個いきましょうか。マダムですか。マダムですね。もうこの道プロだもんねこっちはいいわ、こっちはちょっと綺麗にね。はいはいはい、まあ、右より左より右の方が良かったですね。はい、いいんじゃないです。すごいちょっとすっごいことになってる。すごいフィルム感これ。何これ、かっこいいっすか。デレダッセーマンジ、もっといきましょうか。じゃあ最後にサービスしてくれるんですか。サービスしますか。ダッセー、それマジで何が主流なんですか。背中かな、やっぱり僕は。あ、背中っすか。はい、これだけでも貼れるんじゃない、背中したら。ちょっともう雑に並んといていきなり雑に並んといてえいっ、いいね、完璧っすわ。もう縁取り完璧、縁取り完璧、縁取り完璧っすね。これ自信あるっすか。マジ自信あるっす、これは。これマジでほんとデレ綺麗に入れますわ。あ、冷てー何度お湯入れてくれんかった真冬だから水でしょ寒いってよし、まあ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 、あ、結構綺麗にいった。ちょっと見せますよ。はい、ダサくないこれいや先生先生だよ、違うっつって。はい、はい、まあ、こんな感じですよ。まあ、こんな感じだね。ちょっとじゃれ合いながら、じゃれ合いながら、じゃれ合いながら、リリーちゃんのヌードシーンも、はい、行きましょうか。はい、じゃあ、はい、リリーちゃんのシーン行ってみましょうか。はい、はい、ちょっといよいよ、じゃあせーの、レッツゴー。
けれるか。いや、こんな簡単にずれるか。リリちゃんダメだった？100万ぐらいくれれば。では早速見てもらおうか。はい、じゃあ見せてみましょうか。いいっすか。はい、まあちょっと気分がそっち系になっちゃった。悪くなってくる。ちょっと振り向かってください。なりきってください。おお背中まで見えたの、カタちゃん。しかもおかしいでしょ。だいぶキモいな。ディリーやばい。だいぶキモい、キモい、キモい。何中ですか。どこ中？お前どこ中だよ。おい、お前どこ中だよ。おい、どこ中だよ。あ、原付どこ原付。おい、絶対おい、ミラーこうなったらじゃんけんの P。 ミラーはじゃんけんの P だ。視聴者がもうちょっと手前に尺投げって言ってるんでさ、ちょっとじゃあリリーちゃん尺でお願いします。私はセクシー系なんで。お、結構いい。お、結構いい。テレ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 テテ。おー、エロいね、エロいね、エロいね。結構エグいね。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あおー、おい、調子乗ったねー。あー、いいじゃん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 。あー、いいじゃん、いいじゃん、くるくる回る。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、いいね、似合うね。じゃあちょっと並んでもらおうか。どこ中だよ、お前。ちょっと、おかしいだろ、設定カップルだって。あー、いいね、いいね、いいね。あー、なんかいいね、いいね。マンジャン、2人ともマンジャン。あー、いいじゃん。なんでじゃん。で、ね、リリちゃん、こっちのが一番面白い。ちょっと入れすぎっすね。エグかった、ちょっと。ちょっとエグいよな。エグいっすね、これちょっと。寺石くんはおまけとしても、こんなに女の子入ってると気持ち悪いよ。お母さんごらん、この会社やめなさいって。もしかしたら言われるって。かもしれないって、かもしれない。お母さん謝っといて。みっちくんのアイディアでこれね動画撮りましたけど、まあ、視聴者の皆さんもね、あの結構職人やっとる子だとね、やっぱ入れ墨好きな子もおるけど、あんま変なおっさんみたいなこと言いたないけど、まあいろいろ考えながら入れたらもう一生取れないんでね。じゃあ、はい、また面白い企画はめてきますんで、チャンネル登録といいねお願いします。せーの、また見てねー。